トゥービーインサイド。どうでしょう、このワンクール目、ね、監督としては振り返ると、はいはい、振り返ると、はい、どうですか、非常に大変な作品ではあって、お疲れ様でしたと言いますか、あのクオリティですか、そうですね、いやでもそれでもワンクール目はあの今のこう構成上進んでいっても、うん、まあ、まだ優しい方だなというかそういう感じはまたあるなと思うんですけど、いやでも本当にあのこだわれるところはあの最後までこだわって、うん、まあ、むしろこだわって ないぞっていうところはないぐらいまではワンクール目はあの突き詰めてできた部分もあったりするので、まあ、それはすごい良かったなと思います。いやもうそのこだわりは多分見た方は絶対もうバシバシ感じてると思います、はい、そう思っていただければ。ペンだけじゃなくてまずオープニング、まあ、オープニングからいきますか。凄まじいですよね。オープニングも、もう本当にその、まあ、ブリーチならで、はい、ブリーチ だったら許されるだろうというか、はい、あれだけその極端なまあ、モノトーンにあのマゼンダのカラーだけ差し色に入れるっていうのを、うん、まあ、全編通すっていうのを、うん、まあ、この作品だったらまあ許してもらえるかなみたいなところもあって、うん、まあ、それはすごくあの今回のブリーチ その作品の世界観というか、うん、そういうところを構築する上でちょっと一発頑張ってやってみようかなと思ってやったオープニングにはなったかなとは、うん、すごいスタイリッシュな印象を受けました、ね、おしゃれだな、良かったです。まあ、今回こうやってブリーチやってその映像表現、はい、あのオープニングもそうですけど随所に僕たちが見たことのない映像が盛りだくさんで、あ、見たことない演出が盛りだくさんだったわけですけど、はい、ああいう映像表現をずっとこうしてみたいとかそういうのってあずっとしてみたいというか、 なんか今までずっとそういうのは やってきてはいて、でもなんかそれの、まあ、どの作品もなんですけどやっぱそれの延長線上というか、なんかブリーチだから新しいことをやってやるぞっていうこともなく割と今までやってきたことの延長線上 その積み重ねをずっとやってるような感じはありますけど、その中で今回のブリーチで特にその先ほどもおっしゃったそのブリーチなら許されるだろうっていうのが ありましたけど、はいはいはい、そのブリーチゆえにあのこういう表現の仕方できたぞとかっていうのってありました？新しいブリーチゆえにできたぞ、うん、はい、あの13話とかでやっぱりモノクロ、あの残酷世界とかモノクロにしたとか、はい、そういうのは、まあ、なかなかあれがなんとか映える作品ってなかなかないというか、あります。ブリーチのあれだけ その精神世界へ この場面転換があるからこそできるなとかというのは思いました、ね、クルービーインサイド。さあそして続いては、うん、待ちに待ったこちら、うん、ラインスタンプ。2023年4月 LINE スタンプ投票としてファンの皆様が思うスタンプになったら嬉しい欲しいと思う第一クールのシーンをご投票いただきました、うん、こちらは6月の配信を目指して現在絶賛こちら制作中ですが一部をねちょっと公開させていただきます、うん、やったあったありました、うん、はい、これあの実は僕この投票参加してるんですよ。おはい、はい、僕これ投票したんでじゃあ間違いなくこれに入れましたよね、はい、入ってます入ってます、はい、入ってます入ってます、よし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 よっしゃ。だからだって森田さんがもうそれを多分おそらく使うんですもんね。これ使いますね今までも LINE スタンプでブリーチのものって何回かこう出てるんですけど、うんうん、僕よく使いますもん ね、 なので、もうまたさらにラインナップが増えて、そうなんですよ、うん、で僕がそれを使うじゃないですか、はい、そうすると友達が本物だっつって、うん、いや本物だじゃないんだよそういうことじゃないんだ。そうなりますよね、ちょっとまたこれも使いたいですね、はい、いやいいですね。これ監督だとどれ選びます？どれを頻繁に使いたいですか？これちょっと気になってるのがあの、はい、白夜だけ千本桜影吉。そう思いました。なんでって。本当だ。彼はふざけたセリフがありなかった。ふざけてないけど、それなんで彼だけ技名言っちゃったんだろう。確かに。千本桜影吉言いたいかもしれない。言いたいですね、うん、だってお花見の季節で皆さん言いませんでした？千本桜影吉どう南部咲きって聞かれた時に千本桜影吉
先生だとこれこなんかどれ使いたいですか。僕これね E バーンのここで終わるっていうのがすごい使いたくてすごい使いやすいですね。あ、はいはいはい、先生的にはどういうシチュエーションで使ってほしいですか。うん、あ、これはあの僕があのこう担当とのやり取りでこういろんなことを説明して、はい、こうめちゃくちゃ説明した後に最後にこれを打つ、ここで終わる。担当編集さんはこのスタンプが来たらもうこの話は終了しなきゃいけないよという圧力を。